知らん曲ないもんね。あのこのアルマゲドンしか知らない。結構でも知ってから。俺も知ってる。一時期すげえ聴いてた。トルテか。はい、じゃあ撮りました。今日も散歩動画、はい、よろしくお願いします。声やってくれてる。だって声がちっちゃいっていうのがあるかもしれないからね。はい、はい、あのね、うん、今日は GoPro を、うん、GoPro Hero 11 mini ってやつを、うん、胸マウントしてるんですよ。ああ、はいはいはい。これを実験したくて、最近そのインスタ360-53ってやつがペンダントみたいに、うん、あのマグネットでマウントできて、うん、あれがめちゃめちゃ便利で、こう手使えるし、うん、散歩動画撮るのにめっちゃいいんですけど、うん、あのちょっとやっぱ画質が GoPro に比べると落ちるっていうのと、一番大きいのは水平を撮ってくれる機能が弱いんですよ。GoPro って完全に今これリニア水平ってやつで、うん、これちょっとこういう横になってもこう今体ひねってるんですけど、うん、多分全部必ずこう水平を保ってくれるっていう、この機能があって、うん、非常に前出ないで非常にあの散歩動画を撮るのに撮りやすいっていう、そういう仕組みがあるんで、うん、やっぱり GoPro かなっていう気持ちとの行ったり来たり、うん、いいんじゃないでしょうかってみんなも思ってるよ。いいんじゃない。やれば。お前昨日まで一昨日までもうインスタ360-53でいいって言ってたじゃんって、うん、言ってんのに、うん、やっぱり GoPro みたいな、うん、いいんじゃんって思ってね。思われてる、思われてるかな。遠い目で。で最近部屋を掃除してんですよ、一生懸命、うん、部屋掃除してる中で、うん、なんか未開封の、うん、GoPro を胸にマウントする、うん、なんかあのアダプターみたいな、うん、なんつうの、あのほらズボンのやつあるじゃん、肩にあるやつ、サスペンダー、はい、サスペンダーみたいな感じで、うん、こう、サスペンダーみたいなやつ、なんかあなたの身長だったらちょっと下がればいけるじゃん、だいたいそれ計算してみてね。ちょっと下がるのがイラッとくるんで、めんどくさいのね。いや何も追いやることないと思って、ね、追いやってないけど、保険としてちょっとこっちに ずらしてくれてもいいんじゃないなんか思ってね。あ、そう、はい、で、うん、サスペンダーみたいなやつを使えば、うん、あのペンダントみたいにさすがにマグネットでは止められないんだけど、うん、あの GoPro お腹のところにこうやってマウントできるんですよ今、うん、でこれがいいかなと思って、うんうん、もうこれいけんだったらペンダントじゃなくてもいいかなっていうの で、うん、で画質がちょっとでも良くなれば、うん、で水平が取れれば、うん、まあ、GoPro がいいかなと思って、うん、今日は実験してるんですけど、はい、これないね。なんでこのサスペンダーは。これなんかサスペンダーっていうかサスペンダーじゃない、ね、スライパーみたいな、なんかあの防弾チョッキ着てる人みたいな。そこからなんかかっこいい人がカチャッつってなんかあの銃もあの収納しそうなやつ。これ常時つけるのはちょっとめんどくさいね。やっぱりあのペンダントはやっぱ気軽にできるけど、うん、これつけてますからすごいじゃん、ね、であのこれで T シャツ1枚でやると、うん、ちょっとつけてますかんで恥ずかしいから、うん、わざわざ上着着てるんですよ。それでも暑い、脱ぎたい、脱いだらすごい似合ってます。いや、いいよいいの、それでなんかみんなにいじられればいいじゃん。嫌だよ。なんでそれ来るじゃねえかって。いや、まあね、うん、ワンチャンこっちの人はそれを受け入れてくれるけど、でもその会話に持ってきたくないもん。もうなんか突っ込まれる。そう、ゴープロそれつけてみようって。うん、なんでこれはちょっとこのマウント方式は結構厳しいなと思ったけど、うん、まあやるって決めた時はいいけどね、うん、今日は散歩撮るぜみたいな、うん、でも気軽には無理だね。あの GoPro は気軽に、お、ちょっとこう撮ろうかなってペンダントプチってくっつけて、うんうん、撮るっていうのができるけど、うん、インスタ360-5は、うん、その手軽さはないね。よし散歩撮るぞ、今日は泉さん撮りますよ、うん、っていう時にはあり。かわいいね。何撮りますよ。NHK のお兄さん違う。
そういう感じで、うんうん、ですで、はい、前置きここまで、うん、じゃあ今日のネズミマンダ、最近なんかネズミさんのテンションがなんかおかしい。強いて言えば、これ結構ね、やっぱり大腸検査が終わって、うん、食べるのって幸せだなって思って元気なんじゃない。ちょっとテンションがいいってことね、うん、体調もいいってことなんじゃない。あ、でもこの間思いっきり風邪ひいたもんね。そうだね、うん、いやでもさ、個人的にはちょっとそういうコメント気をつけてって思うんですよね。せっかくいい感じにネズミさんやってくれてから、そういうこと言うとなんかやんなくなっちゃいそうじゃんなんかそうそうそう、そっとしといてって、せっかくいい雰囲気持ってきてるからこの流れを崩さないで、ご機嫌を、そう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 もうね、なんか俺の苦労はないんだけど、なんつうの、この一生懸命そういう感じを環境作ってんのに、なんかそのコメントでなんかネズミさんが、おなんかあ、なんかそう言われたらもうやんのやめようとか言うじゃん。まあね、私に何のとこもないからだからちょっとコメントにはね、あの最新の注意を払っていただきたいなっていう。まあね、うん、そこまで子供じゃないですよ。あ、そう、うん、いやいやいや、そっと逃げるけどそれをねすごい思いました。あのなんか美味しいかじゃない。まあでもなんか陽気がいいから、そう、天気がいいからじゃない。うん、それあるよね。なんか画像、え動画も回してる時かそうじゃないかの差だよねどういうこと。動画を回してない時は常に陽気だけど、うん、動画を回し始めたら、だから動画慣れしてきたこともあるんじゃない、少しは。そうね、じゃあもう動画の時でもやっちゃえそう、そう出しちゃえみたいな。そうそう、あ、妹とからしくていいねって聞いてぽくなってきたねみたいな。なんか最近あれでしょ、ネズミ妹さんが結構 YouTube を見てくださってて、すごいよね、なんか毎朝見てるって、うんうん、でコメントをいただくんだよね。でお姉ちゃんらしく、お姉ちゃんらしいねって。いやだからみんなは誰もそのテンションが高くなったねみたいなことに誰も気づかなかったっていうことは、ことを逆に気づかされましたよ。はっと思って、だからちょっとそれそっとしといてせっかく、それだけやっぱ動画では、あの猫かぶって見えてたってことじゃない。いや、みんなそうだね、猫かぶって見えてて、猫かぶってっからかぶってんだ当たり前じゃんそんな家みたいなことしないでしょ普通。あ、そう、まあね、このぐらいだったらいいなっていう、こうあれしてるんですよ。うん、ちょっとあ、どうすぎてたんだなって自主規制してた、うん、まあじゃあ巣だったってことで、スエースースって言葉好きなんだけどなんかあの A に SUS だっけ、うん、あのあれをあの文字見たら頭の中でこう手をやってエースースどういうことそういうこと言ってからおかしい人だみたいな。どういう手をやるのエースースそれこの動き何エースースみたいな手でやってんで、頭の中でエースースってお笑い芸人だよね発想がやってることがさ、やるかやらないかじゃん。ん、本気で心配されるかやめようみんなはそういうことやんないのかね。え、なんか分かんない、ね、あ、でも言われ、それこそ昔家でずっとやってたのね、うん、実家でね、うん、実はもっとひどいの、うん、本当はね、うん、ドリキエンのところでまだ80巻猫かぶってる実は未だにやべえ前だって怒られたもん、ちょ、変な人なんかやめてよって言われたから、あ、これでやっぱりちょっと動画しすぎたなっていうこととか、なんか規制発したりするとさやめなさいって言うじゃん。うん、もう規制は発し、さっきもなんか規制発してたもんね、そうそう、
なんかそういうの実家でよくやってたからなんか母親はね、でもなんか何も言わないの、受け入れてくれたの、受け入れて、そう、多分死みたいな。妹がたまに機嫌が悪いとなんかちょうるさいとか聞いてますよ。え、そうね、聞いてね。あ、そうだった聞いてた。カットしませんよしないんだちゃんと聞いてっからね、最近バレちゃって、うん、だってさ、この散歩動画で途中で急に映像がココってなったらさ、うん、あ、なんかこいつやべえこと言ったのカットしてなってバレバレだよ逆に失礼だよ。そうだね、みんなやんないのかなやってんじゃない、やってよね、うん、だからねさ、これ言っちゃダメだよ。何、ドリキン踊るじゃん踊んないよ私なんかさらされてるから踊ってるっていうか、うん、でもなんか VR チャットはちょっとそれをなんか巣が出るっていうか、フルトラッキングしてると踊るっていうのは、あの踊りをカットできないよここは残念ながらカット期限は私に全権あるんです。カットするかしないか私次第です。 GoPro はってこの GoPro の話をここに挟んでたらカットできなくて、いやいや、もうざっくり切るから、もうあのかかってなんないようにもうざっくりそこら辺をナチュラルに削ぎ落とすから大丈夫。切んないとか言ってくるからちょっと切れないんだったらあの踊りすげえ立ち悪い、ね、でもなんか VR チャットでフルトラッキングしてるとあのなんか踊るっていうか、うん、なんか変な動きをしたくなるのよ、あの動いてるから、うん、そうすると、うん、そのたんびに、うん、タイジさんが、うん、ドリキンさんまたタコ踊りしてるって言って、なんか若干タコ踊りって言われるとイラッとするって言わないでってまたタコ踊りしてる、あ、やっぱりじゃああの踊りだ私の知ってるあの踊りだでもタコ強調しないでと、あ、確かにあの踊りタコだでしょう、だからなんかあの動きがしたくない、なんか変なこういう動きを今なんかおしゃれ風にやってるけど何言ってもさ人を落とし入れようとしてくる、違う、だってなんかさすごい格好つけてるから格好つけてないよ、あのさすごいね、そうだね、確かにタコ踊りだね、そう、あれだ、いちいちそれをさ、そうやるたんびに、しかももうそっとしといてくれればいいのに、うん、またドリキンさんタコ踊りしてるよいいからその説明と思って、そんな心の中で、あ、俺もうやめようって思う、あ、そうだもん、あ、心折れちゃう、折れちゃう、折れちゃう、いや、作りたくなるよだからそれをさ、青木家でさ、なんか私もなんかこう猫かぶってから、うん、青木家でさ、みんなのところでね、うん、そのあの僕が実家にいると、うん、なんかおとなしくしてるってことだ、みんなうるさいじゃん、だから、うん、その中でなんかこうちゃんあんまおとなしいんだよねみたいな話になった時に私がお話する天然で、ね、え、そうですか家ではって言い渡したら、なんか物陰に隠れてシッシッて強めのシーやってきたからあ、じゃあやめとこうと思って、あ、なんでもないですつってはいカットいいじゃんそれははいカットカットだろそれ、これ今ね、うん、もう無理だね、何がもう今何がうちのあのこの鏡もあるからきっとあネズミさん映っちゃってるから残念ながら今映り込み問題があったからね、ないよ多分なんかカットされせざるを得ないな倍返しだ何それ、え、前返し流行ってるから昨日延々15分ぐらい坂井雅人を、うん、なんか歴史みたいなまとめ動画見ちゃった、嘘は、ここでも
全カットだよずっと反射してっから。残念だったね。カットだな。いい話してもらったのにね。残念だな。もう特にさ、もうなんか手を離してる時に、なんか嫌だってわけじゃないけど、持ってくっか。全然持ってないよ。さあ、今日ランチは何しますか。持ってないのに。はい。どうすか、ランチは。やってるかなっていう。そこから。え？ランチやってない問題。いや、たださ、食べたばっかりでお腹いっぱいだよね。いや、そうでもないよ。そうなの？うん、普通に。わんぱくだね。最近食欲があるよ。ああ、やってないよ、これ。ああ。今日は。やってない。なんか窓開いてっけんの。コーヒーだけやってるのか、そういうパターン。なんだろう。やってないね。うちコーヒーはやってますみたいな。あ、ていうかその、ジョイントになったからじゃない。あ、じゃあクローズド。ダメでした。なんかあったっけ。ベーグル。ね、久々。いっぱい。本当にあれすごいじゃん。ピッチーノって食べ物あったっけ。なんかいつも何食べたっけ。なんかあのスコーンみたいなやつか。うん、ベーグルみたいなやつ、あったかいやつ。あのパスタ屋さんは。うわ、重っ重いね。うん、やばい。これさ、1時間もしないうちにさ、腹減った腹減ったって言い出すでしょ、うん、知ってんだよ、ね、あ、じゃあパスタ屋さん見てみろ。まあね、うん、なんかもうちょい散歩してみるとか。でももう閉まっちゃうから、そこね、うん、あの12時ぐらい過ぎてくると機嫌悪くなって、もうちょっと早く来てみたいな。え、今食べ時じゃないのみたいな。うん、なんかもう店じまいしちゃう。あれにしたいんじゃない、今日のもう終了にしてゆっくりしたいんじゃない。ね、そういう気分で。リサーブランチ、ね、結構あるんだけど、ね、うん、なかなかみんなさ、やっぱさ、サンドイッチとかも食べない文化になってるんじゃない。あの、食行ってない、みんな日本人さ、その、うん、和食でずっと食べてて、うん、なんかちょっと洋食のサンドイッチ派みたいになってて、うん、こっちのサンフランシスコの人ってさ、ちょっと和っぽいの好むようになってない、なんか。あ、そう。うどん食べたりさ、うん、なんか寿司食べた、寿司リトン食べたりさ、うん、なんかおにぎりでもあるしさ。確かに、うん、なんかパンじゃないもの食べようとしてるね。確かに。飽きちゃうのか。それ飽きちゃうよね。新しいもの食べちゃうのかね。外では新しいもの食べたいと思ってたの。寿司とかそうだけど、家では全く食べるけど、外ではなんかちょっと変わったもの食べたいみたいな。確かに、うん、全然話があるけど、昨日このアイスクリーム屋さん行ったけど、うん、ショックだったね。前のアイスクリーム屋さんがね、変わっちゃったね。悪くはないんだけど、甘くて味に到達できないの、甘さが勝っちゃってね。え、前のあのミスレニアスなんたらが良かったっすね。移り変わり激しいよ、残念ながら。アイスってさ、寒い時全く食べれないじゃん、季節もんだから。この時期ぐらいじゃない、ちょっとビール屋さんはどうなった。ビール屋さんもないもん。隣になんか店できたと思ったらペットショップだったもんね。こちらにはちょっとね、あのビール屋さんとかめっちゃ繁盛したのにね。難しいよね。しかもコロナちょっと飽きたぐらいでやったよね。あ、分からん。あ、でもあそこにその本家があるよね。違うよ、あれ別で。あれ、あ、そうか、あれはチェーンセンターのところの本家か。ややこしいね。前バスケ系と、うん、あ、バスケ系って言ったら、うん、バスケ系っていうのやめてって言われた。なんでバスケさん、バスケさんでいいから細かい、ね、細かいね。バスケ系って系だから、うん、バスケ系ってなるのが偉いんじゃない。ケケケってなるのが偉いんだ。今これ、高級の場です
めんどくさかった、そのまま突っ込まない。バスケケケケが嫌なの。バスケケ、バスケさんが、うん、だってバスケさんだけじゃないから、家族で行ったから、バスケさん、うん、ファミリー、バスケさんファミリー、バスケ、バスケ、バスケファミリーと行って、うん、ビールめっちゃうまかったの。あ、うん、あ、やってる、あれやってる、うん、どう、美味しいよ、食べる気満々じゃん。ガッツリ中のガッツリじゃん。他に食べるもんないし。まあ別に軽いもんでもいいよ。これないよ、軽いもんなんて。いや、私カルボナーラ食べる。食べる。食べる。ハロー。キュー。ああ、そこにしようか。いや、サイ。じゃあここでランチ食べて。行きます。じゃあそんな感じで GoPro テスト、ご協力ありがとうございました。こちらこそ、はい、あの最近のインスタも360Go3 と GoPro と、今回はヒレヒーロー11ミニですけど、どっちが良かったか余計いやフィードバックいただければと思う。正面向けないっていうね。正面が向けないっていう、おじさんがずっと最後で待っててびっくりしちゃった。はい、じゃあちょっといただきます。じゃあこっからは僕は M11 取り出して今日のライカ撮ります。結構熱々、熱々です。 GoPro がでもバッチリ、連続運用できてますね。素晴らしい。Yeah, such a clap. And I start to clap.